ございます。今日のタニパートです。水やりはおとついしました。今日は7月の22日ですね。で、おとついから20日の日の夕方にお水やりをして、で、昨日は夕立かな、今日夜中にも雨が降ってたみたいで、ちょっとね、こちらの方に置いてたんですけど、寒冷舎の下に置いてたんですけど、雨がすごく当たるのでテントの中央に移動しました。まあ今のところ大丈夫そうですね。エアコンの室外機の風も当たってますし、そんなにちょっとね、しばしばとなった、ちょっとやっぱ水が出てないのかな。どうしてもね、カヌーまでないものは水をね控えてるんですよ。なのでちょっとしばっとしてるものもあります。ちょっとこっちの方はね結構降ってくるので、中に入り込んじゃってるんですよ。あとね、これずっと明るいところ、火の直射日光の当たらない明るいところに置いておいた葉差しなんですけどね、昨日ちょっとやっぱり晴れ間に当てたかはわからないんですけど、もともとなのかな、これこんな黒くなっちゃってるんですけど、まあじれてるっていう感じはなさそうです。結構硬いので大丈夫だと思います。ここもね結構雨がザーッと当たってたみたいなんですよ、夜中に。まあでもなんとか大丈夫そうかな。ここはちょっとセダム畑ですね。でもちょっとセダムもありますけど、カヌマとちょっと培養土を混ぜた土で植え替えをしてます。今朝の、YouTube で、YouTuber の方が夏場の水やりについて話されてたんですけど、やっぱりね、モンローですね、どうもやっぱり水不足やったみたいで、で一応ね、変わりはないです。で、前にね、こう根っこがこの土の表面から出てきてるということを言ってたんですけど、それはやっぱり水が欲しくて、下にね水がないので、で地上に根が出てくるのは水が少ないサインだそうです。なのでそれで、あって納得しました。まあしわしわってなってたのもありますし、まあいっぺんちょっとね、上げちゃったのでね、鉢からちょっと出しちゃったので、またもう一度こう今度はもう上げないでこのまま様子を見たいと思います。まだね鉢は乾いてますので中の水を吸ってくれると思います。です、こんな感じですね。今日は曇り雨っていう感じでしょうか。こんな感じですね、空はよ、こんな感じです。雨も時々降ってます。まあ、明日のまたタニパト動画撮りたいと思います。早期発見なんでね、何かちょっと見つけたらなんか対処していこうかなと思います。それでは今日はまた明日。